はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2019年8月15日、そうですか、15お盆の最終日ですか、ごめんなさい、よく分かってないんですけど、15日、終戦記念日ですな。8月15日、まあいろんな意味で合唱、お盆で帰られている先祖方に合唱、今日ももしかしたら靖国とか、ね、たくさんの方がお参りになってらっしゃるんでしょうか。さあ我が農園にはね、休みというものは基本的にありませんのでね、今日も仕事をしてるわけですけども、台風の影響か今日は風が強くてね、体調も良くないということでね、体調がこのところいいということはね、なかなかないわけですけども、しかして仕事はねパンパンにあるわけでございますね。そういう時にね、おそらく一般の方もね、皆さん方も会社に行きたくないってね、日曜日の終わって月曜日の朝、皆さん会社に行きたくないって、いうのと同じですよね。私も畑に行きたくないっていう時はしょっちゅうございますが、しかしてね、この農繁期に1日サボるとね、後でえらいことになりますので、そんなことは言ってられないわけでございます。さあということで、そんなね、体調が悪いとか、なんかやる気が出ないなという時は2通りの方法があるんですね。あえてこうしんどい仕事をするね、きつい仕事をあえてして自分自らに鞭を打つ、カツを打つ、もう一つができるだけ楽な仕事、機械に乗るってことですね。トラクターをかけるというのが、体的にはね最もね、機械乗ってるだけですからね、それでもトラクター君がね仕事してくれるじゃないですか。 あるいは管理機のモアとかで草を刈るとかね、基本的に機械にやっていただくというような仕事をしたりもするわけですね。なので今日はねちょっと午前中機械、トラクターをかけたりしてましたが、今からやる仕事はね、これはペグ抜きですね。ちょっとしんどい仕事ですねまあこういうね農作業、片付けですよね、これはもうトウモロコシね終わりましたので、結局残り3分の1ぐらいはね、半分近く3分の1強はもう結局ハクビシン君に全てやられましてですね、なんでしょう、ほとんどダメでございましたね。でまあこうしてね、だからといって片付けをせんわけにはいかんですから、片付けをするわけですけども、よいしょ、我が農園はね、うねまはこうして全部ビニールで、押さえてありますので、このビニールを回収せんといかんわけですな。口で言うのは簡単ですけど、意外とねこれがめんどくさいわけです。ただこのうねまのねビニールを片付けてしまえば、この辺にあるこのトウモロコシの残骸とかは、トウモロコシ自体は分解マルチを張ってますので、全部トラクターで一発ですき込んで終わりということですね。まあ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 、だから言うほど楽、しんどくはないですね。まあいろいろそうやってね、いくつかのことが考えながらやっとるわけですが、ただまあこういうのもね、観光裁判の人から見ればね、とんでもないことだなというふうに多分感じられると思うんですがまあ有機栽培というものはそんな得てしてそんなもんです。よいしょよいしょ、こうやってね、トウモロコシ君はこうやってね、根がすごいでしょ、これわかります？よいしょ、こうやってねビョーンって伸びる。ここがあれかもですね、この残骸、これがハクビシン君がね、ここでおそらくトウモロコシパーティーを開いたんですよね。彼らが毎日毎日、夜か昼か知りませんが、まあ夜だと思うんですけどもね、私の精魂を込めて作られたトウモロコシをね、これを片手にですね、彼らは毎夜パーティーを開いていたということがこれで発覚しているわけですね。えらいことでございますね。こうやってこうところどころね、集まってね、広い空間をもとにね、彼らの宴の跡がね、いいですね、環境にハクビシンにもね、お裾分けをするっていう、なんて寛大な農園なんでしょうね。
いいね。はい、行っていてね、虚しくなるのでもうちょっと出したかったですね、トウモロコシね。結構できてたんですけどね、できてましたが、後半の方が綺麗だったかな。今年はでもやっぱり雨が多かったから虫は比較的少なかったかもですね。よいしょ。体がね、鉛のように重いので動きにキレがありませんね。ふう、やっぱり50を過ぎるとね、丸々1日目いっぱいね仕事をしてしまうと、翌日、そしてその翌々日まで響きますよね。いやいや。さて、8月15日ということでね、皆さん今日はいろんな戦争のこととかね、この日本のことについて皆さん語っているんだと思うんですよね。まあ1年にね、何日かはそういうね日も必要なんでしょうね。まあ私が8月15日を迎えて毎年感じることはですね、このお盆のね先祖方が、家に帰ってくるという日と終戦記念日ね、日がね同じ日だということがね、僕にはどうしても偶然とは思えないですよね。やっぱりおそらくね、南方の島国とかでね、本当に若く散っていったそういったね方々が日本に本当に帰りたかったんだっていうふうに思いませんかってことですよね。僕には本当にそう思いますよ。それを思うとね、なかなかやっぱりいろいろ多分皆さんもねお感じになることはあるんだと思うんですね。私自身も本当にそうなんだなって、でもそれは帰ってよかったことなんだろうなっていうふうに思いますね。それが同じ日であるということはね、いろんな意味でこうやって先祖の人も含めてね、過去について、あるいはこの国の行ったことについても含め考えることができるっていうのはね、とてもいい日だというふうに思いますよね。まあ、そういうふうに8月15というのはね、おそらくこれから戦後74年ですか、経ってもね、ずっとこれからもまだねこの国は続いていくんでしょうから、そういうふうにいろんな方が私のような百姓も含めね思いを馳せていく貴重な日であるということを祈りたいところですよね。そしてもう一つ、ブログなんかでも毎年書くんですけど、やっぱり例えば郵便局とかね、たまに僕も毎日のようにね入金のこととかで郵便局行くんですよね。そうすると多分ね、夏この時ぐらい時期なのかな、7月か8月か分かりませんけれども、郵便局で多分そういう用紙がたまに見かけることないですかね。恩給がどうのこうのということですね。で、何の恩給なのかって、それはおそらくね戦争で亡くなられた方とか戦争で行かれた方に対して、今でもね、金額見せたらいくらぐらいですか、5万10万とか20万とかちょっと金額忘れましたけど、やっぱりそういうお金がね今でも国から支払われているんだということですよね。それってねどう思われますっていうか、74年経っても支払わなきゃいけないお金なんですよね。それってね、第二次大戦で日本人が払ったいろんな犠牲の中でお金っていうことから含めるとね、一体それはこの戦後74年経ってもまだ支払われていて国家予算から払われていると考えた時に、戦争というものがねいかにコストに合わないものかっていうこともね示しているんじゃないかなと思うんですよね。我々ねこの令和の時代にあってもそうですけども、コスパがどうとかってよく昨今言われますよね。コスパ、ね、コストパフォーマンスですね、日本語訳すと何ていうか知りませんけども、戦争というものほどコスパが悪いものってなくないですかというふうに思うんですけど、どうなんですかね、わかりません私には。
ね、結局勝ちゃいいんですか。勝てばアメリカのようにもしかしたらコスパはいいんですかね。でも負けたら終わりですよね。なんかそういうことをしなければ人間って幸せになれないもんなんですかね。本当に、まあ分かりません。私のようなね、一百姓には難しいことは分かりませんが、本当にびっくりしますよね。まあ先ほどのコスパっていう言い方をすると、本当に昨今はね、会社を辞めるのにも、なんか会社を辞める、なんかヤフーに載ってましたね、会社を辞めるのに、会社を辞めるという代行業というのがあるみたいで、はぁと思うんですよね。結局なんだかんだその記事を見ると、会社を辞める、退職代行っていうらしいですよね。会社を辞めるということを自分で言うよりも人様に頼んだ方が、お金を払ってやっていただいた方がコスパがいいという判断だということらしいですね。いや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 、すごい世の中ですね。ああ、ね、ということはね、多分ですけどもね、じゃあ生きるということ自体がコスパどうなんだって考えたらどうなんですかってことですよね。恋愛ってコスパいいもんですか。ね、おそらくね、生きるということはコスパから見るとこんな無駄なことはないですよね。毎日毎日ご飯食べて排泄物を垂れ流してやっているこのゲームって一体何なんですかっていうことになっちゃうんですよね。そこに意味があると思います。そこに意味がある、あるいはないという問いかけ自体どう思いますっていうことですよね。そんなの答え出るわけないじゃないですかと僕は思うんですけどもね。死ぬ時に分かることなんじゃないですか。多分ね、これは僕の感じですけども、人間にチベット密教、僕はダライラマさんにね、芸家にお会いをしに、かつて農業やる前にそういったことに傾倒していた時代がありましたんで、そこに行った時にね、いろんなその、ダライラマさんをご本人にもお会いすることができましたけども、いろいろその高僧と呼ばれる方々たちですよね。その方たちと、あるいはそのお弟子さんたち、ね、30代40代、僕は当時30代ですけども、多分ほぼ同世代のね、本当に修行を一生懸命されているチベットのラマ僧ですね、の方々とね、語らう時間が結構あったんですよ。で、いろんな、興味あるのでね、いろいろ質問するじゃないですか。そしたらね、本当に彼らの中には、あるいは彼らというか、本当に生きるということは修行であると、で少しでも今世勉強して徳を積み、魂を磨いて来世よく生まれ変わりたいんだという、ただそれ一点のみなんですよ、ね、僕はね、当時30なったばかりぐらいですか、衝撃を受けました、ね、同じ時代に生きていて、そういう価値観のもとで生きている人がこの世の中にいるということですよね。なるほどと、正直ね、私は当時そういうことに対して羨ましいと思ったんですね。日本的価値観から見れば、ね、そういうものは全く、コスパが悪いんじゃないですかってことになっちゃいますよね。だからで、いろんなことを質問したときに、たくさんの今でも残っている言葉はあるんですけれどもね、マンダラとは何ですかって、ファッティズマンダラっていう質問をしたんですね。私はとても偉いお坊さんに、そしたら、なんか現地の言葉から英語に行って英語で訳してくれる人がいて、2人間に通訳挟んでるんですね。それで恐縮しながら聞いてると、途切れ途切れになんか言葉がこう来るんですけどもね、なんて言ったと思いますね、マンダラとは 何ですかっていう質問に対して何て答えたと思います、興味深いでしょ。私も固唾飲んでその答えを待ったんですけども、こういう答えでした。途切れ途切れですよね、通訳挟んでますから。私はおそらくそのことについて、マンダラですね、おそらく何度も何百万回と生まれ変わってそのことについて学んでいると思います。そして今世も、そして未だによく分かりませんっていうのが答えだったんですよ。どう思われますか皆さん。
チベットではね、ダライラマ芸家と同じようにその天使をする人たちを活物って呼ばれるわけですけども、その活物のお一人だったんですね。でおそらく今回が最後のその洞窟に入るっていう、それでたまたま謁見できたっていう、いわゆるその偉いお坊さん、どれぐらい偉いのかっていうのはねよくわかりませんけども、お付きの人たちがたくさんいてね、物々しい感じだったんで、 とっても偉い方なんだったなと思いますけども、あのね、そういう風なお答えだったですよね。いやもちろんね、もっとね、あの簡単なっていうかね、これこれこうこういうっていう、なんかちょっとしたその学術的な意味合いでも含めてね、なんかちょっと知りたいなと思って聞いた言葉に対してそういう風な答えが返ってきたんですね。やっぱりそれはねすごいですよね。なんて言ったらいいんでしょう、深みのようなものですね。何の深みかよくわかりませんが、そういうものをね私は感じました。当時まだ30ぐらいでね。それでやっぱりね、生きるということはやっぱりね何かしらなんですよ。何かしらの何かがあるんです。そこはね本当に何でしょう、何かしらの命を、そしてでも何かを成し遂げていかなくてはいけない何かのようなものですよね。そういうようなことがあるのじゃないかなっていうふうに当時は思いまして、まあ今でもそう思ってますけども、まあねっていうふうに思います。何の話をしましたか分かりませんが、8月15日ね、やっぱり日本人にとってはとても大事な日でありね、いろんなことをやっぱり考えた方がいい日でもありますよね。まあ私はねこういう仕事をしているので、ほとんど実家にもこういう時期にも帰ることはありませんし、今後も帰ることはないと思うんですけども親不孝の極みではありますが、その分ね、その分というか、そんなようなことも含めね考えるようにはしているつもりですけども、決して親孝行しているわけじゃありませんがね。ちなみに、もう一つ私が共にね、それは20代、それもまあ農業やってからでも多少そういうものはありますけど、ネイティブアメリカンの州長とね、に出会って、私たちが、まあ私たちのグループっていうと、まあ日本人のそういったいくつかのグループがあるんですけども、私が支持していたグループはシチャングラコタ族っていうね、シチャングラコタ族で、州長はチーフクロードックっていう人なんですね。検索したら出てくると思います。ちょっと偉いか、ちょっと有名な方ですね。国連なんかでも演説したりする、まあまあそこそこ著名な、ネイティブアメリカンの州長さんとしては著名な方のようです。はい。で、その人が、我々がね、日本人が会いに行くと、こう答えた、こう言ったんですよね。まあ州長さんに会えるっていうね、謁見できるということもなかなかないことらしいんですけれども。ティピっていうね、こういうでっかいでっかい、あの円錐状のあのああいう住居に住んでるんですけどもね。で日本人グループが来てですよ、彼は州長さんをこう言ったんですよね。私は常々ね日本人の人と会うと、いつも思うことがありますと。それは大変申し訳ないということですと。で何を申し訳ないと言ってるのかということですけどもね、日本に落ちた広島と長崎の原爆ボンブですよね、はその材料は私たちのウランですよね。ウラニウムっていうのは私たちの土地から取られたものですと。でそのことに関して私は責任がありますと、そう言ったんですよね。それでそのことを深くお詫びしたいと言って、まあボロボロ泣くわけですね。私はびっくりしましたね。そういう、なるほどとね、何でしょう、そういう意識でいらっしゃるということですよね。なるほどなと、それを見るにつけね、対して我々の政治の指導者たる方々にはそういう意識が、責任と呼ばれるようなものがね存在してるでしょうかと考えた時に、はなはな疑問ですわな。まあ、ですからそうやってね、ネイティブアメリカンの州長さんは日本人に対してそういう気持ちでいるんだということ、それをね知っていただきたいと思って、この話もねたまに講演会なんかであったり時間があった時には僕はするようにしてますね。
素晴らしいことですよね。まあこのようにしてね、世界は日々一歩一歩平和に向けていけばいいんでしょうけど、実際はどうなんですか、わかりません。私はこうやってね、今日も今までも、そして明日もね、下を向いて地面を這いつくばって生きていくだけのことでございますよね。それが私の人生ですね。それ以上でもそれ以下でもございませんね。まあただね、この地べたを向いていて、そこからしか見えてこない世界もあるということを日々感じておりますね。全くもってね、偉くもなんともない単なる一農夫のくだらないことではありますがね、よいしょ、そんなようなことを思ってね、今日もこうしてマルチを剥がしておりますよ。さあ、ということでね、8月15日、今日はいろんな意味でね、体もちょっとしんどいのでね、考えながらこうやって農作業したいなというふうに思います。ということで合唱。